かいっぱい。すごく美味しかったから食べ過ぎちゃったね。パスタにステーキにアボカドのなんとかに、なんとかってなんだったっけ忘れちゃったね。最後にはアイスのデザートを2人で一緒に食べたし、思い出すだけでもお腹苦しくなってきちゃうね。ああ、ほら、お兄ちゃんもソファーに座って。私の隣。お兄ちゃんこれからは夜の時間だね。あとはお風呂に入って、それからベッドで眠るだけだよ。お兄ちゃん、あれどうしたの？そんなに暑くないのにちょっと汗かいちゃってるみたいだけど、もしかして私と二人きりの夜だから緊張しちゃってる？そうなんだ、かわいいな。でも私も同じだから、お兄ちゃんと一緒ですごく緊張してる。ほら、胸触ってみて。ドキドキしてるのわかるでしょ？だってこれから起こることを想像したら、自然とそうなっちゃうしなんだか私も汗かいてきちゃった。お兄ちゃんの汗の匂いをスーハーするのは好きだけど、私の汗の匂いお兄ちゃんに嗅がれたくないな。お風呂入ろっか。お湯沸かしてくるからちょっと待っててね。お兄ちゃん、お風呂沸いたよ。一緒に入ろう。体洗いっこしたり、二人で湯船に浸かったり考えただけでドキドキしちゃうね。あ、お洋服は私が脱がせてあげるから。はい、万歳ってして。自分で脱げるからいいって。ダメだよ、お兄ちゃんは私が脱がせたいんだから。よいしょ上にまたがっちゃった。これでもうお兄ちゃん逃げられないね。まずはシャツのボタンから。お兄ちゃん素肌に直接シャツ着てたんだ。ボタンを外すごとに胸板が見えてきて、すごくエッチな感じ。これでもう上半身は裸だね。次は私の番。実は私もね、下着つけてなくて直接素肌にシャツ着てるんだ。いつまでも子供じゃないんだからちゃんとブラつけなさいってママに言われるんだけど、ほんとママの言う通りだよね。こんなんだから大人っぽくなれないのかな、ちょっと恥ずかしくなってきちゃった。全部脱ぐ前に電気消していい？わあ、真っ暗。お風呂場からの明かりでお互いの顔がかろうじて見える感じだね。シャツと、それにスカートも。お兄ちゃんのズボンも脱がせてあげるね。ベルトはどこかなあ、発見。あれ、おかしいな。お兄ちゃんのズボン何か引っかかって下ろせないんだけど。困ったな、暗いからよくわからないし。ズボンは自分で脱ぐっってどうして私が脱がせてあげたいのに。はいはいわかりました。私には早すぎるなんて言われたら大人になりきれてない妹さんは返す言葉もありませんよ。じゃあ私先にお風呂行ってるね。お兄ちゃんもズボン脱ぎ終わったらすぐ来るんだよ。あんまり遅いとお湯が冷めちゃうしね。